日本一の赤字路線は、正解は岡山県と広島県の間を結ぶ芸備線で、1000円稼ぐのになんと25万円もかかるみたいです。でね、芸備線の搭乗駅からビンゴ落合駅の運賃収入は1年間でわずか100万円であり、これは1日あたりこの21キロの区間を約2700円分しかお客様が使ってないってことになります。でね、これが JR 西日本の赤字ランキングなんですけど、真ん中の営業係数ってところ見てもらうと分かりやすいんですけど、2番目に赤字の月線の出雲横田からビンゴ落合の間が1000円稼ぐのに6万5000円しかかからないので、いかに芸備線の東上駅からビンゴ落合駅の間の1000円稼ぐのに25万円かかるっていうのが異常なのかがわかります。まあね、とにかくこの地域で鉄道に乗れるのもあとわずかなので、廃線になる前に乗りに行ってみてください。四国の赤字路線を全部廃線にするとどうなるのか。結論、全部赤字路線なので四国から鉄道がなくなる。唯一の黒字路線だった瀬戸大和線が赤字になり、私鉄 JR 全てが廃線の危機にあります。特に赤字幅が最大の愛媛と高知を結ぶ淀線は100円の収入を得るために1401円が必要で、 JR は来年全路線の運賃を値上げするみたいです。でね、これめっちゃ衝撃的なんですけど、四国で最も利用者が多いのが高松駅で、1日で約1万3000人ぐらいの利用者がいるんですけど、これをね、 JR 東日本の駅と比較すると、153位の茨城県の古河駅が1万3500人ぐらいなので、四国1位の高松でも154位という乗車人員になってしまいます。さあ、今後さらなる利用者の激減と、それに伴う廃線がどんどん行われていくかもしれません。なので、廃線になる前に皆さん乗ってみてください。他にもこの地域の電車もやばいぜっていうのがあったら、コメント欄に教えてください。ご視聴ありがとうございました。